マット・ワイマンはアメリカ合衆国の男性総合格闘家。コロラド州デンバー出身。スクラップパック所属。マット・ウィマンとも表記される。子供の頃から多くのスポーツを経験。プライドのビデオを見るのが好きで17歳から格闘技を始めた。2007年リアリティ番組ザ・アルティメット・ファイターのシーズン後に BJ ペン率いるチームペンの選手として参加。 トーナメント1回戦で、ノア・トーマスに、開始50秒で、チョークスリーパーにより一本勝ちを果たすも、準決勝では、マニー・ガンブリャンに例から3の、判定負けで、シーズンから脱落。シーズン総括となる6月23日の、ザ・アルティメット・ファイター5フィナーレでは、ブライアン・ゲラティーにマウントパンチで TKO 勝ち。2007年9月22日、UFC76 で、 オミガワ・ミチヒロと対戦し、3から0の判定勝ち。2008年6月7日、UFC85 でチアゴ・タバレスと対戦し、パウンドで小勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。12月10日、UFC ・ファイト・フォー・ザ・トゥループスでジム・ミラーと対戦し、0から3の判定負け。破れはしたものの2戦連続となるファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2009年4月18日、UFC97 でサム・スタウトと対戦し、0から3の判定負け。破れはしたものの3戦連続となるファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。9月19日の UFC103 で、ハファエル・ドス・アンジョスと対戦予定であったが、負傷により欠場となった。2010年6月12日、UFC115 でマック・ダンジグと対戦し、 キロチンチョークで一本勝ち。2011年1月22日、UFC Fight for トゥル Troops 2でコール・ミラーと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2012年9月29日、UFC On Fuel TV5 でポール・サスと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。13戦全勝のサスに初黒星をつけ、 サブミッションオブザナイトを受賞した。ありがとうございます。